バウンド、相原。相原もスピードがあります。相原、相原、えぐってきた。いいですね、相原選手。マキー、マキー、チャイルズが出ていったところ、こぼれてきて渡辺ヒュー、見せ場が来ました。渡辺ヒューです。岸田、岸田、前がカーク、ジャンプショット、ターンアラウンドで決めてきました。勝てるかもしれないですね、はい、見ていきたいですね。これちょっとディフェンスの形もどうですかね。そうですね、3-2ですね。そしてクーリー、オーエンドワン、いきなりゾーンに対して崩してきました。11点差、マキで勢い持ってきています。第2クォーター、そして中カッティングで荒川、ダーラムのアシスト。ここでオフィシャルタイムアウトを迎えます。ガッツポーズはダーラム。オフィシャルタイムアウトに入りました。このプレーいかがでしょうか。いや、相手はね、まさかそこにパスが今日飛んでくるとは思わなかったでしょうね、ですから3つ目できないというところをね、アドバンテージとして捉え、おー、ダンク、やり返しましたね、エナジー注入です。よりチャイルズ、今村、いいですね、チャイルズです。前に出てきました。井上、足首大丈夫か。プレー続けます。今村、落ち着いています。カリノにはぴったりの岸本でした。チャイルズのスクリーン使ってスイッチ誘発、ガルシア3、ここで外も来ました。キングスは渡辺ヒュー、そしてバルーナーズ、ハリルソンが入っています。残り10秒、ガルシア、ガルシアからチャイルズのアタック、まあ、そう、ゲーム感覚が戻ってないような印象でしょうかね、はい、まあそこが決まるようになったらね、いろんな選択肢が広がってきますよね。そうですね。今村、アンクルブレイク誘発、決め切りました。ガルシア、ガルシア、わー、M1、また見えた。こっちでもやってくれます。カッパチョさばいて、マキスリーポイント、スペースを作って、フィーラー、フィーラーから、おお、狙っていました。松脇、松脇スティールから一旦止まって、マキ狙ってくる、スリーポイントの本数を更新してきました。6本目です。クリアハイ2本更新。うわ、強く、ガルシア、ガルシア対松脇、それでも決める。上回った、2点返します。ガルシア21得点。松脇ディープスリー、今日1本目、そして初得点がこの、残り 4.5 秒、見届けましょう。クリー、おー、ここに来た、クリーが飛んでいきました。そして佐賀のタイムアウトを取ります。来ましたか。いやー、来ましたね、まあ、同点にね、持っていきましたね、まずね、はい、ガルシアに入れた、ガルシア、ステップバックしてスリー、オーバータイム突入となります。78対78、イントエリアを完全に開けています。ガルシア、ガルシア、ヘッジでしょうか、1回しかないタイムアウトを琉球使います。さすがのキングスファンも今どよめきでしたね、うお、技が詰まったガルシアのレイアップ。カリノの3本目、決めた、決めてきた、同点、残り 1.1 秒、タイムアウトありません。ダーラムが投げます、カークが取る、そしてこのショットは認められませんでした。ダブルオーバータイム突入です。突入、カリノ選手よく決め切った。ちょっと時間もかかりましたが、カーク、松脇、松脇トップから来た、さあリードは琉球です。フィーラーからキックアウトでガルシア、そしてカリノ、相手をさばいてスリーポイント、どうだ、2本目は決まりました。そしてここでブザーが鳴りました。試合終了です。ダブルオーバータイムの末。